北海道炭鉱鉄道635700型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍した天打式蒸気機関車である。本形式は、アメリカのスケネクタィ社で製造されたもので、日本で初めて導入されたスケネクタリ製の蒸気機関車である。車軸配置は、旅客列車県引用として4から4から0で、単式に起動、飽和式である。 本形式は、鉄道作業局、九州鉄道、北海道炭鉱鉄道により、合わせて59両が導入された。本形式の形態は一様ではなく、注文主によってわずかずつ異なっていた。主な相違点は、ワゴントップ型ボイラーの上辺形状と、クロスヘッド滑り棒の形状と本数にある。鉄道作業局のものは、 ボイラーの傾斜部分が急で、滑り棒は1本であるのに対し、九州鉄道のものは、ボイラーの傾斜が緩く、滑り棒は4本。北海道対港鉄道のものは、ボイラーの形状は、九州鉄道と同じく緩いタイプであるが、滑り棒は4本である。また、淡水車の台車も三軸固定式と、型ボギー式の2種がある。これらは、1906年制定の、 鉄道国有法によりすべて国有鉄道席となり、1909年制定の鉄道院の車両形式称号規定では、58両が5700型となった。1両の不足は、日露戦争で陸軍に挑発された際、1両が未期間となったためである。鉄道産業局へは、1897年1 0両が導入された。これらは、a 王型後に、 D10 型と称され、番号は242から251であった。日本に到着後は、東海道線中部で使用された。1904年から1905年にかけて、陸軍の要請により供出され、満州に設立された陸軍野戦日下げり部で使用された。このうちの242は、満州で使用中に大破し、廃車されたため、 1909年の海盤では給料が5700から5708に改められた。その後は、水戸周辺や大雨線の米沢、横手間に展示、最後は北海道に渡った。九州鉄道へは、1897年から3年度に渡って計36両が導入された。その詳細は次の通りである。九州鉄道では、 1897年製の12両55、計1898年及び1899年。1909年の開版の際には5700型となった。これらは最後まで九州を離れることはなかった。北海道炭鉱鉄道では1901年及び1906年に計13両を導入した。 その状況は次の通りであるが、1906年生はアメリカンロコモティブに統合されて、後の製造である。そのうち1901年生の8両は L 型、後に N 型と称し、1906年生の5両はよ、形と称した。形式が2つに分かれたのは、九州鉄道のものと同様に、淡水車の台車が三軸固定であるか、型ボギー式であるかの差である。 1906年生の予定番号は前期の通り71から75であったが、実際には直接74から78とされた。1909年の開番の際には5700型に改められた。これらも北海道を離れることなく、旧鉄道作業局の給料ともに室蘭線等で使用された。1905年にはボールドウィンにおいて、 同使用機が3両製造されている。これは1901年製のヌ型の仕様でボールドウィンに発注されたものであるが蒸気ドームの形状や淡水車の台車構造が異なることからよ形を称した。1906年製の5両はこのよ型の仕様をもってアメリカンロコモティブに発注されたものといえる。廃車は1928年から 北海道の分について開始され、1931年、1933年、1934年に大部分が廃車となり、1936年をもって、鉄道省からは、形式消滅となった。これらのうち8両は、下記の通り払い下げられたが、カラフト町鉄道に移管された2両については、1943年に実施された南カラフトの内地化により、 鉄道省に編入されたが、太平洋戦争敗戦後の状況については、不明である。他に5750の淡水車が1931年に、夕張鉄道に払い下げされ、水運車として使用されている。形式図5700から5708の書言を、示す。事業所は、大牟田市、帝国銀行会社洋録。昭和15年。ありがとうございます。